バシーリー・バシーリー・エビチロチェフは、ソビエト連邦小みじち共和国、スイクティフカル出身のクロスカントリースキー選手。妻ユリア・チェパロは、父バシーリー・パブロビチロチェフ、母ニナ・セルニナ・ロチェワはいずれもクロスカントリースキーのオリンピックメダリストであり、双子の姉よが出地キナも2010年、バンクーバーオリンピックに出場した。2000年のノルディックスキージュニア世界選手権3 0で、 銀メダルを獲得、同年2月28日にクロスカントリースキー、ワールドカップデビューし、スプリント13位となった。2001年ノルディックスキー世界選手権に初出場、15平方キロメートル4位、パシュートでは21位。地震初のオリンピックでは15平方キロメートル5位、スプリント28位に終わった。2002年11月30日に、 クーサモの 15km でワールドカップ初勝利2003年ノルディックスキー世界選手権では 15km31 位リレー4位スプリント7位となった2005年ノルディックスキー世界選手権ではスプリントで金メダルリレーで銅メダルを獲得チームスプリント8位15平方キロメートル2位となった2006年トリノオリンピックではイワン・アリボフと組んだ チームスプリントで銅メダルを獲得、両親に続いてオリンピックメダリストとなった。またこのシーズン、ワールドカップ総合で自己最高位となる6位となった。2007年のオルディックスキー世界選手権でもチームスプリントとリレーで銀メダルを獲得した。2007年4月にユリア・チェパロワとの間に娘が誕生。ありがとうございます。